こちらが始まりございます。いやー、たかしくん、ついにこの日がやってまいりましたね。ついにこの日がやってきましたよ。めちゃくちゃ楽しみにしてたね、企画があるんですけれども、その企画っていうのが、いつも俺らってさ、錬金術企画ってやるやんか。それってなんか制限時間が決まってるから、その時間までにいっぱい増やそうと思って負けるね。で、あと俺の中でギャンブルとかって一回当たったら、その種目っていうか、なんかあれやんか、ジャンル、その運は使い果たすんじゃないのかなと思ってんね。だから今回は、今ね、7月1日なんですけれども、1ヶ月間で2人で5万円から錬金術やっていこうと思います。いや、マジで楽しみ。週に1回錬金術動画を出してって、7月31日までにいくらになってるのかっていう動画です。だから今日はそのパート1っていうか、1話目やな、1本目っていう感じ。だから今日の目標で言ったら、5万円を倍くらいよね、長く時間かけて倍にして、で、まあ、ある程度お金も来週ぐらいに膨らんできたら、例えばやけど G1 の副賞に1点が全部とかで 1.1 倍ついたら 10% 増えるわけよ。そういうのとか、もう FX とか株とか、もういろいろ手を出していって、最終的にいくらになるかっていう感じ。いつも制限時間があるから俺は負けてると思ってるし、長期でやった方がおもろいんじゃないのかなっていう感じ。5万円がね、どこまで増えるのか楽しみっすね。じゃあいこう。1ヶ月企画の初日、ほんまの初っ端見してください。お金、こちら1ヶ月間でこの5万円がどこまで増えるかやね。どこまで増えるか楽しみで仕方ないもんな。絶対に100はいこう。20倍よ。20倍はいこう。第1次錬金なんですけれども、初日の、はい、パチンコ屋です。パチンコ屋です。何打つんすか？大工の源さんね。大工の源さんでいきたいと思う。これはで、まあ2人で頑張っていくっていう感じで、しかもまだね、開いてないよね。開いてない。オープン前に来てるから、もうお座りで一瞬で確変入れて、もう満発出して、まあ、そこではもう運使い切ったやろうっていう感じで、またやめっていう感じで、次のとこに、違うところに行けばいいから、飯とかもそれで食っていくから、この企画中やってる時はね。あ、ちなみにこの企画なんですけど、亡くなった時点で終了です。亡くなった時点で終了。だからこの第一次錬金が一番重要やから、もしかしたら今日亡くなるかもしれない。じゃあ早速行きましょうか。いいよ、参ります。記念すべき1投目、台はこんな感じです。たかしくんの台はこちらです。名炎62回転やね。しかも次回予告の1点牌、まあまあまあいけそうやな。名炎やったし、突破やろ。はい、カットイン。まあ、大丈夫やろ。大丈夫っしょ。頼むで。イエーイ。早いね、62回転。バトル告知でいきたいと思います。あ、使ってます。まあ早いからしゃあないね。まあしゃあない。次行こう。いいよ。たかしくんおめでとう。いや、マジで356回転。めっちゃ連チャンしてや。任せとけ。一日で終わるわけにはいかない。ほんまに。
今日は。オッケー。おめでとうございます。ありがとう。いや綺麗やね、二人ともめっちゃもうほぼ同じタイミングやから俺今終わったところやから。いいよ。オール最強の僕、オクト神拳だ。うん、めっちゃ疲れた。めっちゃ疲れた初日の第一次錬金やから、うん、気合はめちゃくちゃ入ってた。気合はめっちゃ入ってた。1級たかし君は23かな。44の投資か。15万1500円やと思う。いや15万6500円や。11万プラスぐらいか。うん、第一次錬金でプラス最初の軍資金もあるやんか。うん、うん、出したらもうなんか一気に17ぐらいになるの。軍資金5やからな俺らの。いいよ。はい、高橋君、来たで。来たね。いや今軍資金があと8000円足して16万4000円って感じだね。今日はだいぶ満足したんでこのぐらいにしておきたいと思います。ということで本日第1シーズン第1話ということで1日分をねお届けしたんですけど、今からは1週間分ぐらいをドバッとねお見せするっていう感じなんで、ぜひともよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、それでも、また見ても